ディカ・ニューリンは、アメリカの作曲家、ピアニスト、大学教授、音楽学者、そしてパンクロック歌手である。彼女は22歳で、コロンビア大学から、博士号を取得した。アーノルド・シェーンベルクの最後の弟子の一人であり、シェーンベルク研究者として1978年から2004年まで、リッチモンドのバージニア・コモンウェルス大学の教授であった。70代の頃は、リッチモンドで、 エルビス・プレスリーの真似をしたり、パンクロックの演奏をしていた。彼女はドキュメンタリー映画、リカ、殺人街で紹介された。リカ・ニューリンはオレゴン州ポートランドで生まれた。彼女の名前は母親によって付けられたもので、作法の詩の一節にあるアマゾンにちなんでいる。両親は学者で、父親がミシガン州立大学で英語を教えるために、一家は、 ミシガン州イーストランシングに引っ越した。両親はどちらも音楽家でなかったが、祖母はピアノ教師で、おじは作曲家だった。ニューリンは3歳までに辞書を読めるようになり、6歳でアーサー・ファーウェルについてピアノのレッスンを始めた。ファーウェルはニューリンに作曲の才能があるのを認め、彼女が8歳の時に書いたコモリュータという還元楽曲はシンシナティ交響楽団の指揮者。 ウラジミール・ベイクライニコーブのレパートリーとなり、3年後に同楽団で初演された。数年後の1941年、この作品はニューヨークでもう一人の天才児である11歳のドリン・マゼールの指揮により、NBC 交響楽団のサマーコンサートで演奏された。ベイクライネクオフは彼女の作曲の才能に感動し、アーノルド・シェーンベルクの下で勉強するように励まし、 彼女の両親に、今すぐ、シェーンベルクのところへ行かせなさい。アメリカの音楽のために、今すぐ、と言ったと伝えられている。ニューリンは5歳で小学校に入り、8歳で卒業した。高校は12歳で卒業し、両親が教えている、ミシガン州立大学に入学した。3年生の時、シェーンベルクが教えている、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に留学した。 1939年にミシガン州立大学に戻り、16歳でフランス文学の学位を取得し卒業した。彼女はロサンゼルスに戻ってシェーンベルクに再び指示したが、まだ若年だったので母親が同行した。ニューリンはアーノルドおじさんと呼んでいた、シェーンベルクの下での研究を日記につけていた。彼女はその日記を1980年に思い出のシェーンベルク、 日記と回想を落として出版した。日記の中には、シェーンベルクが彼女の弦楽四重奏曲をピアノ的すぎると批評したことが書かれている。彼女がそれをベストではないと認めたとき、シェーンベルクは、それは確かにベストではない。二番目でもないし、おそらく五十番目でしょうと返事したという。彼女は1941年に終始過程を終了し、 コロンビア大学の博士課程に進み、1945年にコロンビア大学の音楽学で初の博士号を22歳で取得した。入林の博士論文は1947年にブルックナー、マーラー、シェーンベルクとして出版された。造語改訂版が1978年にニューヨークの WW ノートン社から出されている。コロンビア大学で彼女は、 他の学生たちと共に、ロジャー・セッションズ、アルトゥール・シュナーベル、そしてルドルフ・ゼルキンに指示した。彼女の指導教授で、当時の学部長であったポール・ヘンリー・ラングは、ニューリンによると、マーラーや、ブルックナーやシェーンベルクのファンではなく、学生が彼らについて研究するのをサポートする、十分に客観的な論文であると評した。博士号を取得した後、ニューリンは、マクダニエル大学で、後に、 シラキューズ大学で教鞭を取った。1949年と1950年の夏には、シェーンベルクの元に戻り一緒に研究をした。この時期に彼女は、シェーンベルクの電気執筆を志し、彼のウィーン時代の研究のために、フルブライト奨学金を取得した。彼女は1年ほどウィーンで過ごし、パリでも演奏し、また、アメリカ音楽について講義し、 バイオリニストのミハエルマンとレコーディングを行った。また1952年にザルツブルクでの国際現代音楽祭で自作のピアノトリオ作品2のピアノパートを演奏した。アメリカに帰国した後、彼女はドルー大学に音楽学部を創設し、1965年までそこで教えた。そして北テキサス大学に移り1973年まで教えた後、 モントクレア州立大学で電子音楽研究所を率いた。1976年に辞職し2年間を執筆と作曲に費やし、1978年にはバージニアコモノウェルス大学で音楽学の博士課程創設に携わった。シェーンベルクの最後の弟子の一人であるニューリンはアメリカ合衆国におけるシェーンベルク研究のパイオニアの一人だと、 アリゾナ州立大学音楽学部教授のザビーネ・ネフェース教授は語っている。ニューリンは後にエンサイクロペディア・ブリタニカにシェーンベルクの電気項目を執筆し、さらに多くの音楽関連項目の記事と翻訳を執筆している。ニューリンの音楽作品には3つのオペラ、ピアノ競奏曲、室内公共曲、そして多くの室内楽、声楽、混合メディア作品がある。 彼女はまた、シェーンベルクの多くの著作をドイツ語から英語に翻訳している。さらに1999年にテキサス州ラボックで行われた、シェーンベルクのガツに疲れたピエロの劇公演では、自身で英語に翻訳した歌詞を歌っている。1980年代半ばから、ニューリンは茶髪で革ジャンパーを着たパンクロッカーという新しい人格を披露した。 この外見で彼女は、バージニア州リッチモンドのプロデューサー、マイケル・ディ・ムーア監督のホラー映画に登場した。ティム・リッター監督の1995年の映画、クリープでは、彼女はバイク乗りの革ジャンパーを着て、スーパーマーケットのベビーフードに毒を入れる役を演じた。同じ年に、ムーア監督は、入輪のドキュメンタリー映画、リカ、殺人街を制作した。このタイトルは、 数年前に、ニューリンが一人で演じた、ショーから取られたもので、それは、彼女が1985年に、地元のシンガーソングライターらと結成したバンド、アポカウリプソの人気曲だった。アポカウリプソでニューリンは、リードボーカル、バックボーカル、そしてパーカッションを担当し、彼らの独特なライブショーに出演し、カセットのみのシングル、アポカウリプソニャを、電子伝導し、 リッチモンドの洪水、海賊版、レッド・イット・ワズのレコーディングに参加した。短期間に20人以上のベース奏者と演奏した後、アポカウリプソは1988年にそれぞれ他の道に向けて解散した。ニューリンは1994年にクワール映画、スカルド・フェイスに出演している。1939年にニューヨーカ・ヘラルド・トリビューン氏は、リカ・ニューリンが、 ミシガン州立大学で当時最も IQ の高い学生だと報じた。1964年8月13日にニューリンはロンドンでマーラーの未完の公共局第10番のデリック・クックによる個筆全局版初演を聞いた。終演後にニューリンはクックに米国ブルックナー協会のキレニー・マーラーメダルを贈呈した。ニューリンは70代にピンナップカレンダーを作った。 彼女の自宅で取材した記者によると、ベッドルームの床のマットレスには、中世の甲冑が吊るされていたという。2006年6月30日に遭遇した事故で、骨折した腕の合併症が原因で、ニューリンは、リッチモンドで亡くなった。ありがとうございます。